サマルカンドに住むユダヤ系ウズベキスタン人の子供とその教師。この写真はセルゲイ・プロクジンゴルスキーにより1909から1915年頃に撮影された。ウズベキスタンのユダヤ人は2つの異なるコミュニティを形成している。古くからウズベキスタンに居住し、信仰心の高いブハラユダヤ人のコミュニティとより積極的で現代的なアシュケナ人のコミュニティである。 1989年時点において、ウズベキスタン国内には94,900人のユダヤ人が居住していたが、2007年時点においては5,000人以下にまで減少している。ウズベキスタンには現在12のシナゴーグがある。ブハラユダヤ人の多くは、ウズベキスタン独立の際にイスラエルやアメリカ合衆国へと出国していったため、現在ウズベキスタンに居住している。 ユダヤ人の大部分はアシュケナジである。セムヤン・アブドゥラフマノフはフェルガナユダヤ人コミュニティの長である。フェルガナ盆地は合計6つのシナゴーグがある。この地域にはフェルガナ、ナマンガン、高度を合わせて700人。フェルガナ盆地全体では800人のユダヤ人が居住している。アブドゥラフマノフはユダヤ系ウズベキスタン人のコミュニティが直面している。 最大の問題は経済にまつわる問題であると語っている。2005年5月に起きたアンディジャン事件の際には、他ケンとのイスラエル大使館がアブデラフマノフに対し、イスラエルに出国が必要な場合に備えて、国内のユダヤ人の名簿を作成するよう要請した。ありがとうございます。